フィッシュキル、またはビレッジオブフィッシュキルはアメリカ合衆国ニューヨーク州ダッチェス郡にある通常より規模の大きな集落であり村として法人化されている。この村を含む同盟の行政単位としてのフィッシュキル、またはタウンオブフィッシュキルは周辺地域でも最も高い人口成長を遂げている。この村の人口は2000年のアメリカ合衆国国勢調査では 1735人であった。大都市統計地域としては、ポキプシーニューバーグイコールミドルタウン大都市、統計地域の一部に含まれており、さらに、ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州、ペンシルベニア州にまたがる広域の、ニューヨークニューアークーブリッジポート合同統計地域に属している。ビレッジオブフィッシュキルは、タウンオブフィッシュキルの北東部に位置する国道九号線に、 望む集落である。この村は、週刊高速道路84号線の北側に位置し、ニューヨーク州道52号線が村の中心を通っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、この村の面積は2.3キロ平方メートルである。2000年の国勢調査によれば、人口1735人、世帯数965世帯、400家族がこの村に居住していた。 人口密度は、1平方マイルあたり1978.8人であった。家屋は1011個あり、1平方マイルあたり1153.0個であった。民族構成は、白人が93.72%、アフリカ系が2.77%、大陸先住民族系0.17%、アジア系1.15%、 太平洋先住民族系0.06%、その他1.27%、複数の血統を引くも者0.86%であった。いずれの民族であるかを問わず、ヒスパニック、ないし、ラティーノに該当するものは、全体の6.05%であった。また、イタリア系は22.9%、アイルランド系は20.2%、ドイツ系は11.2%、 アメリカ系は7.3%、イングランド系は5.4%となっていた。965世帯のうち 14.、14.1%には18歳未満の子供が同居しており、32.2%には婚姻関係にある夫婦が同居し、6.9%には夫のいない女性の世帯主がいて、58.5%は非家族世帯であった。53.9%は 単身世帯で32.8%は65歳以上の独居世帯であった。世帯員数は平均1.80人、家族員数は平均2.74人であった。2000年時点のこの村の人口は14.1%が18、極未満で4.9%が18歳から2四歳、セントが十五歳から十4歳。 23.5%が45歳から64歳、30.5%が65歳以上であった。平均年齢は48歳。生費は女性100人に対し男性74.5人、18歳以上に、限ると女性100人に対し男性71.3人であった。2000年時点のこの村の世帯収入の中央値は36,344ドルで、 家族世帯の収入の中央値は59,737ドルであった。男性の所得中央値は48,750ドルであったのに対し、女性は31,898ドルであった。この村の一人当たり所得は26,504ドルであった。人口の8.24%、家族世帯のおよそ4.5%は貧困線以下の水準にあった。 貧困者のうち8.8%は18歳未満、8.9%は65歳以上である。ありがとうございます。